皆さんこんにちは、そしてこんばんは。今日は博士とお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小林さん、出張お疲れ様でしたね。不在中はご迷惑をおかけしたかもしれません。ありがとうございました。いやいや、仕事なんじゃから迷惑も何も。9月末に研究所の収録を行いましたから、約2ヶ月間留守にさせていただきました。やはりたまには違う空気を感じることも精神衛生上悪くないと思いました。そうじゃの、あんまり根を詰めて仕事をしても生産性が上がらない時もあるからの。リフレッシュや違う角度から俯瞰する余裕は持っておきたいものじゃの。そうですね、いわゆるオンとオフですね。スイッチの切り替えを上手にやっていきたいものですね。ところで博士、気づいたら年末ですね。そう、そういうことなんじゃよ小林さん。令和元年ももうすぐ終わりじゃ。なんだか元号の変更、改元も平成の時と違ってドタバタがあまりなかったですから、一瞬トンネルに入って出てみたら令和だったって感じですね。そうじゃの、まあ改元で何事もなかったことは良いことじゃな。でも令和元年の今年は自然災害が記憶に残る年になってしまったの。我らが群馬県でも台風19号関連で高崎、太田では大きな損害が出てしまった。そうですね、もちろん群馬県だけではなく全国区の災害台風となりました。富士スバルでも台風当日は臨時休業としましたからね。逆に当日ご予約いただいていたお客様にはご迷惑をおかけしましたが、ご理解いただける状況だったと思います。そうじゃな、台風19号のニュースを見るに川の堤防の決壊が今回は目についた印象じゃな。映像で見る限りああなってしまっては車なんてひとたまりもないな。そうですね、ニュースで言っていた通り、どう命を守るかが最優先事項ですね。そうじゃな、ただそういった災害が目の前を通り過ぎた後に、手前味噌な話かもしれんが、いわゆる復旧復興には車は重要な道具なんじゃなと今回は実感したんじゃ。壊れてしまったものを人の力のみで片付けていては大変なことと思ってな。それでも車が冠水して動かない被災者にとってはそれ自体が大きなゴミになってしまうからの。これは大変なことと改めて実感したんじゃ。そうですね、博士のおっしゃる通りです。細々した事故や故障で保険が使える使えないというのも一定程度大事な話と私も理解していますが、そもそも保険はもっと究極の事態の場合に備えるものと私は思っています。だから今年最大の災害であった台風19号を見るに、やはり自動車保険の重要性を感じています。そうなんだよ、やはり自然災害でも保険金が下りるように自分の車に保険をかけたり、代車特約など代わりの車がすぐに手配できるよう保証をかけておけば、すぐに取り掛かれる復旧復興があるとわしは思うんじゃ。そうですね、お客様がいつも言っている我々を含めた自動車ディーラーだって、被災をしてしまえばお客様に代車を貸し出せない場合だってありますからね。やはり自動車保険で保証をしていただくのは自衛手段の一つですね。いろいろなメディアのコマーシャルによって自動車保険は安い方が良いと感じてしまいがちじゃが、やはりそれだけでは不十分なんじゃな。そりゃそうです、坂に住んでいる人もいれば窪地に住んでいる人もいます。川の近くに住んでいる人や裏手に山がある人もいるでしょう。住んでいる場所だけでもリスクの違いがあるんです。それを何歳以上でゴールド免許なら何万円なんていう勧誘の仕方はちょっと雑すぎると思っていますよ。もちろん高ければいいとも思いません。だからこそ我々富士スバルをお客様の味方につけてほしいと思っているんです。そして
お客様のことをもっとセールスにぶつけてほしいですね。10年に一度、50年に一度、100年に一度の災害がここ数年で立て続けに起こっているからの。もはや自然災害を無視して自動車保険や火災保険を検討すること自体が本末転倒なのかもしれん。そうですね。自動車保険で言えば、どんなに車両価値が落ちてきても車両保険を検討することをお勧めします。車両価値がなくてもかい？はい、車両保険は自分の車を直すときに使うだけじゃないんですよ。一般論として車両保険の車両保険金額の範囲内の自己負担修理金額であった場合で、相手のいる事故の時に過失割合が発生するようであれば、自分が何割の過失割合でも関係ないですよね。相手から相手の割合分が入ってきて、自分の分は車両保険でやるんですから。そうじゃな、つまりわしは何割でも良いからさっさと時短をしましょうよと言えるわけか。そうなんですよ博士、車両保険ってそういう効果もあるんですよ。やはり聞いてみなければわからないことがあるもんじゃな。博士、もう時間みたいです。そうか、じゃあ締めはわしが。富士スバルの自動車保険はどこで加入しても一緒でしょの自動車保険ではありません。スバルに乗るなら富士スバルで保険に加入しましょう。それではさようなら。